今日は5月4日木曜日です。ちょうど On the way to come here I got a tool used tool for the Yumbo ね。So I can整備できます。でとにかくもうすぐお昼なので、業務スーパーでお弁当を買ってきました。これで、ランチの用意をします。グロッサリーショッピングも兼ねて、これはネギ塩チキン弁当328円と、いつものごとくこの豆腐37円かなんかで、卵です。で、あとは100円の玉ねぎと250円のリンゴと、でカナダに持っていくぬか3つです。トータルで1394円でした。安いです。それでは今からこれ、ご飯にしたいと思います。あれをよいしょ、あれ重たい。この三脚で、今日はあったかいです。おで、どんななんか中古のトゥール売ってる店を見つけて、こういうスパナで、このみで、これは新しいグリースで、これを見つけました。これが欲しかったんです。昼からこれで、ユンボを昨日締め忘れたところを締めて、グリースを刺します。弁当、もうすぐお昼です。もうインナーモーメント、お昼です。
塩チキン弁当で、ネギ塩チキンの下は、これはコロッケと卵焼きが入ってます。で、イランバランと、うわ、ポテト。以上です。はい、鯉は水色がなっております。それでは、お昼いただきます。お外でご飯食べるのはグッド。こう撮影しながらやから、なんか独り言言うてるみたいな感じ。こんなんよ320円で作れると思うわ。これ片手で開けたり閉めたりできるから、運転中は便利です。片手で開けたり閉めたりできるペットボトルがあったら最高なんやね。ならもうちょっと 何回か使って、もう捨ててまた見たら、こんな大層なもんより。太らないように気をつけないと。こんなね、業務スーパーの弁当しょうもないもんやけども、海外旅行してたらほんとだんだん飯が嫌になってきて、こんなのはに遭遇したらもう最高やと思う。豆腐だってそれ、生卵だってそうや。これも外国に売ってます、午後の紅茶。業務スーパーで
88円かなんかやけど、外国で買ったらこれ300円とかするはずない。まあ、こんなもん、これ水いうか、こんな重たいものを輸出すること自体エコとちゃうんやけどね。こんな醤油だってそうや、これほとんど塩水輸出して、ね、こんなことすんやったらパウダーにしてくれたらいいのになと思うんですけどね。そしたらもう現地でこう醤油と水、醤油の粉と水混ぜたらもうちゃんと醤油ができるとか。もっとコンパクトにしよう思ったら、塩も入れずに醤油のエキスだけをフリーズドライみたいな感じにして、インスタントコーヒーみたいな感じにしとけばいい。でお好みに応じてこう塩を追加したらいい。塩なんて世界中どこにでもあるし、同じものやと思います。でも現実はみんなエコとかなんとか言ってるけど、何にも誰も真剣にやってないと思う。オイルだってもう無尽蔵にあるし、どんどん無駄遣いしないと世の中が回っていかない。お腹いっぱいです。結構これ量があるんですわ。でこれだってね、普通やったら半丁ぐらいしか食べへんのに、一つ丸々食べてるし、はい、入るかな。まずこれ掃除せないか。
入るか。あ、あ、あら、あ、ギリギリかな。あ、ちょっと小さいかな。ちょっとハンマーで叩いてみよう。閉めます。あた、まあでもいいか。取れ、今度は取れなくなってきた。あら、あら。取れた。取れました。よし。で、次にグリスをアップします。これが無理やな。よし。ガン。しゃ。このグリスは300円ぐらいやから、もうなくなったら買いに行くのめんどくさいから、こうときました。片付けて、はい、あとは
エンジンがかかるかどうかです。今日は何をしましょうか。どこまでやったかな。どこまでしたかな。今日はこれでユンボも会長やし、どうしよう。まずそこにのこう墨出しをします。墨出しをして、あ、というより穴を掘りましょう。まずこの蓋を片付けて、この井戸の周りを整理して、でこう溝を掘ってパイプをつなぐ。そろそろ4時半になりますので、あと片付けして帰りたいと思います。今日やったことは、まずここですね。このちっちゃいところ、土を持ってきてほぼ平らにしました。でここの土の中に、紛れ込んでるゴミ類はここに入ってます。この大きい石2個はまだここに置いたままです。でこのパイプを、これをどうつなぐか今考えてるとこです。ここからこのガタパイプのダウンパイプのずっとこうつなぐんやけど、どうしようか考えてます。ユンボはエンジンが全然かからなかったんです。でもなんとかかかりました。その後調子よく動いてます。であとやったことは、この辺ですね。この辺の石をこっちの方に持ってきました。ここに石の山があります。でこの下は大きな切り株があるんで、もうこれはこのまま封じ込めたいと思います。これも石山にして、で、ね、はい、 That's all about it。
あと片付けして帰ろう。灯油が、まあ、こんだけありますが、まだ灯油買っとき、灯油違う、軽油を買っときたいと思います。まだコンコンしてます。軽い咳をしております。はい、 Thank you for watching. See you tomorrow.